新型コロナの影響で献血をする人が減少し、血液の安定供給が難しい状況にあるとして、夏の甲子園で優勝した仙台育英高校の野球部員たちが献血に協力しました。今日は仙台育英高校の多賀城校舎に献血バスが設置され、野球部員60人が献血しました。非常に恵まれた環境で3年間過ごさせてもらったので、少しでも力になればいいなという思いです。献血には末渡る監督の姿も。コロナ禍になってちょっとそういう活動が何でしょうね、こう社会に貢献するような活動があまりできなくなってしまって、こういう子どもたちが社会のことを考える機会をいただけてありがたいなというふうに思いました。県赤十字血液センターによりますと、新型コロナの感染者は症状がなくなってから4週間は献血ができません。また濃厚接触者も献血ができません。このため第8波の感染拡大で献血をする人が減っていて、県内では今年4月から今月までに947人分の血液が不足しているということです。さらに例年年末年始は献血者が減少する傾向にあることから、今月30日まで青葉区の献血ルームの受付時間を延長し、献血への協力を呼びかけています。